はい、フィッシングショー大阪ということで、ジャッカルブースのルアーコーナー、俺たちが紹介したいと思います。まずですね、この辺はまあ従来のアイテムね、適材適所があったり、まあ、フリックシェイクがあったり、これおなじみのドラゴンバグがあったり、アイオビーがあったり、こっから、2012年のニューアイテムということで、イオベ君が作ってるビッグスプーン、ね、イオベ君のこのジグザグの、ね、ラバージグがあって、でさらにこのマイキー、ね、で大きいのから、ちっちゃいところまでこういろんなところで使えるようにちっちゃいサイズ、そして川島さんプロデュースこのシザーコーム、これもね、あの横の手が結構いやらしい動きしておいしそうなワーム、ね、そしてこのボイルトリガーにもベイトダックルで使えるようなこの100大きいサイズが登場し、さらにこの山木さんのミノ、さらにこのボラミノ、この辺もね、新しいアイテムなので、要注意ということで、さらにこのフラットサイドクランク、いろんなもんが出てきますが、特にこのクランクベイト、ね、いろんなシチュエーションで使えるようにちょっとパワーを落としたバージョンとかね、あとフラットサイドでもこう潜るバージョンとか、まあ、そんなんがありつつ、これアスカの大きいやつ、これ結構欲しいとこですよね。70、これがあって、さらに、まあ、アスカシリーズがだんだんときて、今度山木さんのスモールラバージグ、ね、これ釣れる、これ釣れる、でさらに、ソウルもういっぱい、ソウルいっぱい来て、さらにここにね、ドドンと、ニューアイテムがこうまとまってあるコーナー、ビアコホグ、これあんま見せたくないですね、まだこれ進化の途中ですね、まあ、こういった感じで、かなり盛りだくさんのアイテムがありますので、ぜひフィッシングショー大阪ジャッカルブースに見に来てください。